どうもメンディーです。今回のムーブオンは私が青春を過ごした世田谷、特に足しげく、通った三軒茶屋への道を世田谷線を通じて紹介したいと思います。今世田谷線150円なんだね。私学生の時1999年から2003年あたり一番頻繁に使ってたんですけど、なぜかというと私が、中学生から高校生の間に、所属してた、雑誌の編集部が三軒茶屋にあったので、私の、地元の駅がこの京王線沿いで、下高井戸まで、ここ、京王線で乗って、ここから世田谷線で乗り換えて三軒茶屋まで行くってルートだったんですね。その時はね、130円とか40円だったよ。上がってますね、ケーキ。行きましょう。今私たちがいるのが下高井戸なので、今日は、ここから終点の三軒茶屋の間にトータルで、10駅ある世田谷線、松陰神社前がちょっと思い出がある町なので途中下車して、それで、また世田谷線に乗って三軒茶屋に行くっていうルートで進めていこうかと思っておりますが、久々に乗るからちょっと楽しみ。排斥があってよかった。前回のムーブオンで、江ノ電に乗った時に全く同じアングルで撮ってたと思うんだけど、これを思い出してたの、ここからこの後電車が出発していろんな景色が流れてくる。で、私からすればそれは見慣れた景色なんだけど、空想壁のおかげでその見慣れた景色も、もしかしたらこれ終点着く頃には海に着くんじゃないかとか、パリの駅の構内に到着するんじゃないかとか、そんなことばっか考えて、で私にとってこの世田谷線の窓から外見える景色はもうどこの国ともない、どの世界にも通じるね、魔法の窓みたいな。出発する。こんなスローな電車も今じゃ都内だとね、珍しいかもしれない。ああいう電車だったんだよ。宮の坂駅に来ればまだ昔のこの
世田谷線の車両が展示してあって、中にも確か入れたはず。あれに乗って私は世田谷線に乗りながらもう世界中を旅してた。世田谷駅と次の松陰神社前駅が、この世田谷区役所の最寄り駅。世田谷区役所はいろいろ思い出がある場所なので、後でちょっと立ち寄りながら思い出を語ってみようかななんて思ってますが、そうこうしているのにもう着くよ、松陰神社前に。懐かしい。松陰神社って行ったことないかも。じゃあ行ってみようか。好奇心がうずくの。行きましょう。涼しいね。ここには松下村塾があります。今ねテレビでも、クローズアップされてますが、ドラマなんかでね、吉田松陰さんゆかりの地、それがちょっとあるので実際に行ってみたいと思います。わあすごい。これは一応その本物ではないんだね。再現、本物じゃない、再現なんだ。本神社にある松下村塾は山口県萩の松陰神社境内に保存されている松下村塾を模したものです。だからそうだね。ここから入っていったんだね。本当に忠実に再現してあるんでしょうね。実際にここでその後本当に国をどんどん動かしていく人たちがこの学び屋で学んで、日本を、今の日本のある意味ね、流れを作ってったんですよね。わー懐かしい。区役所、世田谷区役所です。私が作業してたのはこの建物、そこの階。
こで映画を作ったり番組を作ったりしてたな。そこのさっきのテラスからそれでテラスで休憩したり、古い建物だなって当時は確か思ってたと思うんだけど、こうしてみるとなかなかそれも通り越してレトロな感じ、フューチャーレトロって感じでかっこいいじゃんね。そう、袴着て成人式に出ました。そこから入ってそこの大ホールで、まさに思い出。成人式の時はシルバーの袴着て髪ぐるぐる巻きにしてアルフィーの高見さんみたいな感じでした。その世田谷区で子供たちで何かその何もっといろんなことを発信していこうっていうのがすごく盛んだった時で、世田谷区とか、まあ、その東京都も含めてだったんですけど、私はちょうど一番その盛んな時期にそういった場所をたくさん提供していただいて、そういう映画を作ったり、作るも出るもやったし、雑誌も作って、で CD も作ってっていう、全てがこう点と線にちゃんとつながってたんですね。その映画を作った時に主題歌を作ろうっていうことになって、でその主題歌が私にとって初めてのその CD になったの。もう絶対弱音を吐かずにもっと突き詰めてこうって、こういうところ来ると思うよね。本当に精一杯やってたから。高校生の頃は私まさか自分で作曲をするってあんま思ってなかったんで、作詞は絶対続けると思ってたけど、なんか嫌だっただと思う。言い訳でね、よく当時その他の人と一緒に何かコラボレートしてものを作ることに意味があるんだ、だから私は曲を書かない、曲を書く人に曲を書いてもらって詞を私は書くって言ってたんだけど、今考えたら完全に逃げだよね。でも頭の中に当時からこういう曲が歌いたいっていうのはっきりあるのに、あったの。それは本当に今にして思えば、じゃあそれをただ単にアウトプットすればいいだけの話なのに、それをするようになるまでまたその16、7歳から2、3年かかるわけで、ただ断片としてね、こういう曲を書きたいとか、あ、こういう曲にしようって思って残しておいたものとか、頭の中に残ってるものはたくさんあって、でそういうなんかフレーズに助けられたりすることはありますね。戻ってきました、松陰寺社前に。再び世田谷線に乗って、多分都内ではここしか見れないかもしれないっていう風景が見れる瞬間あります。ここは見て、よく、そう、ここは実は踏切がないんですね。本当だ。これは環七と世田谷線がぶつかる場所なんですけど、なのであそこが今信号が青だったからスムーズに渡れたけど、信号が赤だったら車が通っていて、信号が車道が赤になるのを待っているっていう。
そしてこの三軒茶屋駅のホームが私の中でなんか勝手にフランスっぽいなと思って、あれです、レンガ造りの。ありがとうございます。なんだか落ち着くな。駅の作りがこういう感じだから、なんか本当さっきの下高井戸からここに着く頃には別の国にいるような、そういう感覚になれたのかもしれない。じゃあ一個思い出の場所を案内したいと思います。キャロットタワー。いやこのね、展望台、多分世田谷区で一番高いところなんじゃないかな。よく、仕事終わった後、雑誌の編集部でね、帰りここ寄って、景色を見ながらね、ぼーっとして、だいたい土日だから明日からまたやることいっぱいだなんて言いながらワクワクしてた。あ、来た。こんにちは。今日は富士山はちょっと見えないか。私の育った町も見えるんだよね、こっから。また明日から頑張ろう。今回下高井戸からムーブオンをスタートして、途中思い出の世田谷区役所、そして初めて行くちょっとエキセントリックな松陰神社、そして終点の三軒茶屋、思い出の街、そして思い出のレストラン。この展望台から見える景色も気づかないうちに
少しずつグラデーションのように変わっていっているような気がするんですけれども、それが少し切なくもありつつ、でも私も変わっていくっていうことをやめないでいたいなって強く思いました。今感じること、今映ってる全てのことを今堪能して、今伝えたいことを今伝えてっていうことをしているうちに、おのずと自分が変わってくる。でもそれは決してこう悲しいことや寂しいことじゃないんだなって、変わっていくっていうことは変わらない自分っていうものがどん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 構築されていくような気がして、自分らしさってなんだろうと思うけど、変わっていくっていうことの中に答えがあるっていうふうに私は信じたいと強く思いました。さあ次はどこへ行こうかなって、ウキウキワクワクしながらこの夜景を堪能したいと思います。